世界中にはたくさんの謎が存在しています。その謎が明るみに出ることで、歴史が塗り替えられることもあるのです。ようこそ、ナビゲーターのルカです。今回、私たちがまだ知らない歴史があることが判明したのです。2002年1月16日、世界最古の都市遺跡が発見されました。古代都市遺跡の発見。インド西部のグジャラート州スラトー期のカンベイ湾海底から9500年前のものとみられる古代都市遺跡が見つかったことをインドのジョン科学技術省が公式に発表しました。同時に古代都市遺跡から2000個以上の遺物も発見されました。発見された遺物は木片、壺のかけら、ビーズ、骨の化石などです。また宝石類も見つかっていて穴が開いていたといいます。調べた結果、打痕とみられる割れ目が入っていました。これは明らかに人間が鋭い道具を打ち当て開けた穴だとみられ、装飾具であったと考えられています。土器も見つかっていて、土器には火が使われた跡が見られました。遺物を放射性炭素年代測定法で調べたところ、紀元前7500年という数字が出てきました。古代都市は水深40メートルの海底の砂の下に埋もれているところを発見されました。発見された古代都市は2つで、古代の川に隣接しています。1つの都市は川に沿って9キロ、奥行きが2キロ以上あることが確認されました。ですがそれよりももっと大きい可能性が高いのだといいます。川を横断して長さ600メートルのダムも築かれていました。音波によるスキャンが行われると、都市の東側には小さな四角い家が並んでいることが分かりました。家の土台は3メートル ×5メートル程度です。都市の中央部になると11メートル ×7 メートルの土台があり、西側はさらに大きい16メートル ×15 メートルの土台がありました。そこには大浴場の跡も発見されています。また町の最西端の高台には大きな建造物が存在し、長さ200メートル ×幅18メートルの建物と長さ45メートル ×幅18メートルの建物もありました。これらの建物は壁で囲まれていて、壁の高さは3メートルで、中には階段や回路があるのが分かりました。その建物の土台は石だと予想されています。ジョン科学技術省は、紀元前3500年頃出現したイラクのシュメール文明をはるかに遡る世界最古の都市の可能性があると述べています。伝説上の大陸の可能性。カンベイ湾で見つかった古代都市は伝説上の大陸の可能性はないのでしょうか。これまでにも伝説となっている大陸はいくつかあります。レムリア大陸。レムリア大陸はインダス文明最大級の都市遺跡と言われ、太平洋に存在し、紀元前2500年から紀元前1800年にかけて繁栄し、最大で4万人近くが居住していたとされていますが、大規模な洪水で短期間で衰退したとされています。人類誕生、文明揺乱の地だったというのです。インドネシア、マレーシアには澄んだ大陸棚があり、氷河時代には古大陸を形成していて、太平洋の真ん中にも大陸があったとしています。ですがカンベイの古代都市はレムリア大陸からは離れすぎているといいます。また太平洋の真ん中にはムー大陸が存在したと言われています。ムー大陸。ムー大陸は今から約1万2000年前の氷期に存在したとみられています。世界でも類を見ないほど栄華な文明を誇ったとされています。ですがムー大陸とは年代が一致しません。ではアトランティス大陸ではないのでしょうか。アトランティス大陸。紀元前9000年以前に繁栄した帝国と言われています。巨大遺跡を建造し、資源の宝庫で、そこにある帝国は豊かに繁栄していました。アトランティス大陸は3つの丸い島で形成されていました。ところが9000年前、突如海中に沈んだとされています。9000年前という年代は合致していますが、丸い島3つという時点でアトランティス大陸ではないようです。また現在アトランティス大陸は
南極大陸ではないかとの説も出ています。9500年前の遺跡の証拠。9500年前の遺跡だと断定できた理由として、遺跡の近く、海底50センチから1メートルの間で木材も発見されました。海底下30センチまでは海の地層になっています。それより下は古代の川の地層です。発見された木材の年代を測定したところ、9500年前のものと推定される結果が出たのです。また木材をよく見ると、明らかに人工的な鋭い切り口があり、人間の手で切断されたと思われます。木材が伐採された時期も9500年前頃であると結論付けられています。発掘した時は白くて新鮮でしたが、空気に触れると1日で黒くなってしまったと考えられています。1メートル近い深さに横たわっていたことは確実だと言われています。古代遺跡の発見で明らかになったこと。9500年前というと世界最古の文明ということになり、今まで世界最古の文明とされてきた古代シュメールでも古代エジプトでもないということになります。また紀元前3500年から紀元前3000年頃に世界の四大文明が起こったという学説が否定されることになります。世界の四大文明が起こるはるか4000年前に、すでに都市を構築できるほどの高度な文明が存在したのです。ということは、歴史上の四大文明はそこから遡ること、さらに4000年も前の古い文明の遺産を受け継いでいる可能性も高いのです。また今回見つかった古代都市はインダス文明につながる遺跡だと見られています。ある海洋学者は、文明が寒冷に沈んだ後、都市の人々は近くのグジャラート州や他の地域に移り住み、その後も高度な文明を受け継いで発展させた。それがインダス文明の原型ではないかという説を唱えています。インダス文明については、現在知られているよりも4000年も前に先行文明があったことが分かっています。したがって現在知られている他の三大文明にも、それぞれ先行する文明があった可能性があります。それが寒冷の古代遺跡ではないかというのです。また古代エジプトの神官が、古代エジプトの歴史は3万年の昔まで戻ると言っていますが、このことにも信憑性が出てきました。つまり現在私たちが知っている年代よりも、さらに古くから都市や文明があったのではないかということなのです。古代遺跡はなぜ海底に沈んだのか。最後の氷期極早期は1万6500年前です。地球上の氷冠が拡大し、海の水が氷河に凍結して、海面の高さが現在よりも120メートルから140メートルも低かったのです。それから氷床が溶け始めて、7000年前頃にほぼ現在の海面の高さになり、安定したことが分かっています。この古代都市が水没したとされるのは、少なくとも今から7000年前になります。今回見つかった古代都市も、このような氷河期の後の氷床の溶解によって水没したのではないかと見られています。9500年前といえば、海面が急上昇していた時代です。アトランティス大陸も9000年前に海底に沈んだと見られています。そのようなことを考えれば、今後も同じような古代都市が世界中の海底で次々と発見される可能性は高いのです。最終氷期が終わった頃に、まだ陸地だったところで現在は水没してしまっている地域の海底を調査することで、世界中で失われた文明の遺跡が発見される可能性が大きくなったのです。またチェンナイの南60キロにあるマハーバリプラムの沖合で都市遺跡が発見されています。この遺跡も6000年以上前のものであることがほぼ確定されています。またこの都市が水没したもう一つの可能性は、地震などの地殻変動によってこの地帯が沈降したことです。古代都市が見つかった近くの半島一帯は地震が多いことで知られています。ですが、海底の下の地層を調査したところ、建物の土台の跡がそのまま残っていて、地震で崩壊した様子は見られません。これは世紀の大発見です。人類の文明は紀元前5500年前頃、シュメール文明で始まったという考えが間違っていたことになります。100年も前から多くの科学者たちが、失われた文明は存在すると主張してきましたが、
主流派の科学者たちには受け入れられていませんでした。陸地をいくら探しても失われた文明の痕跡が見つかることはなかったからです。ですが今回のように海底を探せばいくらでも都市遺跡が発見される可能性があるのです。はるか昔のまだ日の目を見ていない発見で私たちが知らないこと、私たちが忘れ去ってしまった歴史があることが判明していくのです。